刈上に住んでいる小中学生向けに主にやっているものなんですけれども、まあ、震災があって、まあ、なかなかこう、友達同士で一緒に集まったりとか、あと、まあ、集まって勉強したり遊んだりっていうのが、まあ、なかなか難しい状況に子どもたちになってしまってるんではないかっていうところで、そこをちょっとこう、まあ、場を設けることでサポートに入らせてもらうっていうことで。あ、そうですね。いや、実のところその子どもたちって何でしょう、すごくやっぱり元気で、私はこのプロジェクトそのものは昨年度から開始していて、で専任のスタッフになったのはこの4月からなんですけども、こうどちらかというとこうもう子どもから元気をもらっちゃうぐらいの、はい、本当に、エネルギッシュだし、こう今日みたいなクッキー作りでもこう本当に独創性というか、こうオリジナルなこう発想力をこう表してくれるというか、で元気だったりこう驚きだったりをいつももらって、本当に私の方がむしろ励まされているという感じがいつもしてるんですけども、で、まあ、子どもたちの変化はそういう意味ではだからなんかそうずっと元気な様子だなとは思ってるんですけども、まあ、たまにちょっと気になる子とかもやっぱり中にはいて、ですごくその子たちにとってはこういう場に集まることがすごく楽しみで、うん、なんだろうな、なかなかこうお家だったり学校だったりでうまくいかなくって、でもここではみんな耐えて楽しいんだとかっていう子がいるので、うん、そういう意味では続けて、そうですね、そういう子たちがまだまだ出会えてないと思うので、うん、そういう子たちにとっての機会になっていけたらなっていうふうに思ってます。はい、で本当に一現場の声なんですけども、なかなか子どもの声を聞ききれてないなって、こう大人の数がまだまだ、ご協力いただきたいなっていうところなので、ぜひ、こういうチラシも作ってるんですけども、はい、私たちが開催しているのが子ども広場っていうんですけども、ぜひ、全国の皆さんこちらからでもボランティア大募集してますので、はい、ぜひいらして元気な子どもたちに触れて一緒に遊びながら子どもたちの声を聞いて一緒に支え合う仲間にぜひなってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。